皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと変わった問題で、画面を見てもらうと分かりますように、50マイナス5で答えが5になる、30マイナス3で答えが3ばっかりになると、この理由をですね探せっていうことですが、これはよく小学校の頃にやった数字のゲームですね、それなんかに出てきて、これ答えが分かれば簡単なことなんです。小学生でも分かることなんですね。それ気づくのが、どれだけ早く気づけるかということが問題だと思います。で、例えばですね、これはたまたま5とか3になったんじゃなくてですね、例えば1、2、3、4、5、6、7、9かけのですね70マイナス7、これは間違いなくこうなりますね。777777777と。理由があるからこうなるんですね。だから、理由があるから予測ができると。計算しなくてもわかるということです。で、どうしましょう？この答えを言っちゃいましょうか？それとも、そうですね、どうしても答えがわからないという人は、下のコメント欄に書いてください。そうすればこちらから返事しますので、いろいろこれ数字やってみればですね、出てくることです。そんなに難しい問題ではないです。数字の遊びでよくやったのはですね、例えばですね、1から9の数字のうちの1つを選んでくださいと。で、選んだ数字に1を足して2乗してください。それと1を引いて2乗してくださいと。二乗した二つの数字のうち、大きい方から小さい方を引いて、出た答え。それを4で割ってください。すると、その数字があなたが最初に選んだ数字でしょって言うと、ってなるんですよね。で、これは別に難しいことじゃなくてですね、1から9の、数字選んだのを x とすると x プラス1の2乗ですね。で、そこから x マイナス1の2乗を引くわけですね。と、これは 4x ですよね。だから4で割ると元の x が出てくるという、そういった数字の遊びですね。英語で言えばですね、from 1 to 9 pick one number ですね。And add one number and square it. And deduct one number and square it. And the larger number of two squared number, you subtract the smaller number. And answer you divide it by 4. と言えばいいわけですね。そうすれば、これが出てくると、x が出てくると。いうことですね。で、こういった数の遊びですね。数字の遊び。これをよくやったもんですね。そして、これなんかですね、知らない人は、って言うんですね。どうして最初に選んだ数字が出てくるのって。これは、こう、式を書いてみれば、当然なんですよね。この 2x の、マイナス 2x を足すんだから、4x になると、4で割れば x が、元々の数字が出てくるということで、数字の遊びということですね、今回は。これ答えがどうしようもわからないという人は、コメント欄に書いてみてください。そこに回答を出しますので。これは別に、そうですね、入試に出るような問題ではないですね。でも、気づくかどうか、そういったことが問題になります。今日はここまで。今日の英語の単語はですね、tremble with ですね。tremble というのは、震えるということですね。And tremble with だから、なぜかっていうと、例えば寒いということですね。So she was trembling with cold といえば、彼女は寒さで震えていたということですね。この with を使うっていうところが非常に重要な点で、寒さでっていうのは with cold。
というふうになりますね。で、例えば、震える、他の言い方で言うと、shiver っていうのもありますね。shiver with なんていう言い方もします。で、まあ、震えるというのは、全体が震える、shake with っていうことも言えますね。で、これは、その人は怖さで震えていたと。The man was shaking with fear ですね。怖いから震えていたということになります。次の単語はですね、warn of danger ですね。warn っていうのは、知らせる、警戒させるということですね。この danger、この危険を知らせるのにですね、about っていうのをよく使いますね。日本語だと about じゃないかなと思うんですが、これも of ですね。いくつも出てきました、単語。of の場合が多いですね。彼は、みんなに危険があることを知らせたというのは、he warned everybody of the danger ということですね。だから、warn、誰それが入って、of danger というふうになります。で、まあ、受動態にすると、everybody were warned of the danger. Everybody was warned of the danger. ということです。今日はここまで。